ジョバンニ・フランチェスコ・ジェメリカレリ。著書、世界一周旅行の不都合版により、ジョバンニ・フランチェスコ・ジェメリカレリは17世紀イタリアの冒険者、旅行者、公共交通機関を用いて世界を旅した最初のヨーロッパ人の一人であった。カレリの旅は、ジュール・ベルヌが80日間世界一周を表す契機となったと考えられる。また、バチカンのスパイであったとも疑われた。 世界初のバックパッカーとも言われる。ジェメリカレリは1651年にタウリアのノーバに生まれ、1725年にナポリで没した。ナポリのイエズスカイ大学で法学博士号を習得。学業を終えた後の短期間、裁判官となる。1685年に休暇を取り、ヨーロッパを旅する。ハンガリーではトルコ軍がブダを包囲した際に負傷している。 1687年にナポリに帰還し裁判官に戻る。最初の2冊の著書となるハンガリー戦役の報告とヨーロッパの旅を書き始めた。この頃からジェメリは放送職に不満を覚えるようになった。ジェメリは確立された貴族の出自を持たなかったためにいくつかの機会を奪われていた。最終的にジェメリは世界一周旅行のためにキャリアを中断することを 決意した。この5年間の旅から最もよく知られている六巻本、世界を巡るを表した。1693年にジェメリカレリはエジプト、コンスタンチノープル、聖地の訪問から彼の世界旅行を開始した。当時すでにこの中東ルートは外地への旅行の一般的なコースとなっており、特筆すべきようなことはあまりない。しかしながら、ここから先は、 このイタリア人旅行者はそれまであまり通られていなかった道を通る。ペルシアとアルメニアを横断し、南インドを訪れてから中国に入り、中国ではイエズス会がこのような異常なイタリア人の訪問者は強皇のために働くスパイなのではないかと疑った。この思いがけない誤解は、ジェメリに中国の非常に固く閉ざされていた数々の文句を解放した。ジェメリは 北京で皇帝に謁見し、現象説の祝典に出席し、万里の長城を見学した。マカオからジェメリカレリは、カイロフィリピンに渡り、マニラのガレオン船が出港するまで2ヶ月間、滞在した。ジェメリが日誌に書いているように、アカプルコへの半年間の太平洋横断の旅は、ひどい食事と薬病の大発生と時折の嵐に、見舞われる悪夢であった。 メキシコでは、このイタリア人旅行者は、地元の貴族たちに旅の逸話を繰り返し語っただけで有名人となった。ジェメリはやむことのない好奇心で首都を越え、いくつもの炭鉱の町やテオティワ間の遺跡を訪問した。5年間の世界放浪の後、キューバの財宝艦隊に合流してジェメリは、キロに着いた。ありがとうございます。